今日は落ち葉床っていう地作りをねやろうかなと思ってるんで、それを動画に撮るんだけれども、まあ落ち葉って喋ってるけど、今落ち葉がないから、もみ殻とかいろんな別の有機物を使って地作りをします。まあ説明は後にして、まず早速ね作業の方入りたいと思います。っていう感じでやったのが落ち葉床っていうやつのやり方です。でこの後、ここに埋まってると、その埋葛土を持ってその上に畝を立てて作物を植えていくっていう形になります。で俺普段からで動画でね、山の有機物は表層にやってくださいと、好気的環境、空気がある状況に置いてくださいと、深く埋めないでくださいと、空気がない状態だと腐敗したりガスが出て根がやられて育たなくなることもあるのでやらないでくださいって言ってるから、それと今回矛盾するじゃないかと。なんだけれども、俺のイメージとしては表層で埋めるなってのは中層あたり、要は作物の根が伸びるあたりには植えないでっていう話で、さらにその下なんで今回はね、ちょっと浅めなんだけどもね、宅地の上に黒土を乗せただけで30センチぐらいしかね、作土層がないから、まあ、30センチまで掘って、ギリギリまで掘って、そこに有機物を置いた。で、その上に土を持って畝やるから、まあいいかなと思うんだけども、本当は40センチ、50センチぐらい掘ってほしい。それ以上掘ると宅地出ちゃうから、やらなかったんだけどね、うちはね、宅地の土が出ちゃうからやらなかったんだけども、まあその分深さは周りから土持って高畝にしてカバーしようかなって思ってます。でおそらくこれね、土の中に埋めると根がねやられるっていうのは、有機物があってガスが発生するとか腐敗する場所に根が届くと根がやられて、腐ってしまう、生育状況が悪くなる、生育が悪くなるっていうことだと思うんで、その下にあるから多分大丈夫なのね。で主にこれやる場合ね、よく指導してる人とかの話聞いたり見たりやってるのを見ると、大体直根性のものは植えてないね。ナスとかピーマンとか浅く根張るやつとかね、あとなんかキュウリとかトマトとかもやっても大丈夫だったね。うん、大丈夫だった。うちでやってるのよ、もうすでに何回もやってるのよ。何箇所も試してやってみて、本当だろうかってね疑問に思ったら、試して何回も試して大丈夫だなって思ったものを皆さんに見せてるわけだから、今回のも俺は大丈夫だよっていうことをね、自信を持って経験でね持ってお見せしてるんでね、もしよければやってもらったらいいんだけどもね。だから根っこが浅く張るもの、そういう根張りのものを植えるのがおすすめかなと思います。大根とか、まあ、ごぼうとか人参とか、そういうふうに伸びていくもの、そうするとちょうど長く伸びるから、その有機物もし腐敗してたらそこにぶつかったりして、まあ、また根になったり腐ったりとか、そういうことも出るから、そういうのには俺はおすすめしないです。ただやはり根が
直根でもね、短いやつ、浅いやつとか、まあ、例えば葉物とかね、あとはさっき喋ったナスとかピーマンとか、そういうものであれば多分相性よくいくと思います。で、この落ち葉床、先に喋ればよかったんだけども、何がいいのかっていうのは、まあ、正式な論文3つを見つけられなくて提示できないんだけども、俺がね教わった聞いた話では、どうもね地温、土の温度ね、土の温度、地温を高めてくれる、そういう働きがあるというふうに言われています。だから土が暖かくなるから長く栽培ができるし、暖かくて、なんだろうね、ポカポカして、人間もほら体が温まってポカポカしてる方が、ね、血流も良くなって、で健康になるっていうのがあるから、まあそういう感じなのかな、イメージ的にはね、うん、でこれをね、本当に見たのさ、比較したやつ、こっちは落ち葉どこ、こっちは落ち葉どこじゃありませんっていうので、いう感じで写真で見たんだけども、ナスを植えてたやつなんだけども、11月でもこっちは元気に実がなってて、で普通のところは11月だったらもうひわな感じのちっちゃく育ってる感じで、もう実は取れないという感じでした。まあ青森の場合はね、あのナス植えても11月はもうさすがにもう雪降るんじゃねえかっていうぐらいのレベルだから無理だから、まあ関東とか そっちの方の暖かい方の話だと思うんだけどね、あの写真はね、そのくらい生育に差ありました。本当に隣でね、比較対照した写真見たんだけども、大きく育ってね、まあそういう研究してるところのやつだから、おそらくして施肥とかそういうのはちゃんと管理して、同じ条件で落ち葉どこと落ち葉どこじゃないっていうことだけで比較してるから信用していいと思うんだけれども ね、そういう感じでやはり生育はいいです。うちも本当にやってからトマトなんぼでも取れるし、ピーマンも取れるし、ナスはちょっと寒いからかな、風がビュービューと吹いて何回も失敗してるんだよね。ナスはちょっと俺の家でね、ちょっと特殊なんだと思うんだ。青森で風通しがね、ちょうど良くなって、向かいの家壊してからね、風がビュー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 吹いて寒いんだと思うんだよ。ナスが育たない。というか、ナスが下手なの、俺が。うん。ね、それ以上責めないでほしいんだけども、っていう感じでね、落ち葉どこっていうやり方もあるんで、もしね、やってみようかなと思えば、やってみてほしいなと思います。最後にもう一回ね、ポイントとしてお話ししておくんだけども、深さはやはり4、50センチ。ぐらい掘ってほしいです。今回俺30センチだったけれども、それは宅地の上に黒土を持って30センチしか作土層がないから、そこまでにしましたという話で、あとは高畝にして、その足りない分はカバーしようと思ってます。とにかく 4、50センチ、できれば50センチぐらいまで掘って、そこに有機物を入れて、生の有機物を入れて、落ち葉とか、もみ殻とか米ぬかやめとこうかね、うん、で先ほど剪定した枝とか、ね、入れてみて大丈夫です。うち大丈夫だったんで、何年もやってるんで。で、これをやったらね、3年ぐらいは、畝そのまんま、不耕起でやってほしいなと思います。せっかくそこに落ち葉の床があるんで、ね、それを耕してしまえば、せっかくの床が壊れてしまうから。で、3年経ったら、耕して土を攪拌して混ぜても OK と。いう感じです。だいたい3年、2年、2年じゃないな、やっぱ3年だな、3年は耕さないっていう感じでみんなやってるんで、俺もそうやってやってます。全然耕さなくても良くなりますんで、やってみてほしいなと思います、ね、勇気を持って。結構オーソドックスなやり方とは違ってくるんで、勇気がいるかもしれないけど、ちょっとの狭い範囲で実験的にやってみてほしいなと思います。今回は落ち葉どこっていうやり方を紹介しました。本当の本当にね、振動が出て栄養がない、そういう場所で研究してっていうか実践して、記録残してデータ取った人、同い年の人で見てるんで、俺も一緒に見ててさ、これでできるのって思って見てたんだけども、一番できたのはこの落ち葉どこ、牛糞堆肥とかよりもこの落ち葉どこが一番よく育ったんで、土を温める落ち葉どこっていうやり方ちょっと覚えておいて、もしやるときは小さい範囲でやってみて、試してやってみてくださいね。50センチとか、その深さまで掘ると、可能なところまで掘ると、浅かったら俺みたいに高畝にしていこうっていう感じでカバーしてやってみてほしいなと思います。